日常的な挨拶とかお天気がいいとかそういう話だけにとどまらずですね、相手が気楽に何でもこんなことで悩んどるんだわと言われるようなお坊さんというか、どんな小さいことでもですねためになっておるということが生きがいではなかろうかなと。はい、カメラを学ぼう。ご視聴の皆様、いつもありがとうございます。本日は、お坊さんへインタビューというちょっと新しいコーナーを立ち上げまして、第1回目はどなたにお願いしようかなと迷ったんですけれども、隣におりますのが私の実の、パパでございまして、まあ実のというのもおかしいんですけれども、頼みやすいところで私の父に、まあ第1回目はお願いしようかなというところでこうやってやっております。それでは初めに、自己紹介をまあ簡単にお願いしたいと思います。名前は、佐治雄光と言います。今息子から、紹介ありました通り、まあご縁あって父親になっておりまして、年齢は1954年生まれの68歳でございます。お寺は愛知県知多郡阿久井町上台の蓮慶寺と言います。蓮は蓮、慶は慶応大学の慶にお寺と、蓮慶寺というお寺でございますの住職を、ただいまやらさせていただいておる次第でございます。うちのお寺は最初天台宗でございましたけど、後、浄土真宗に改宗しておりまして、私で浄土真宗になりましてから17代目になります。天台宗から含めますと29代目の住職をさせていただいております。長年住職をやってまいりまして、なんとか今のところ無事に住職をやっておる次第でございますけど、またこの後息子にバトンタッチする時が来ると思いますけど、まあ、その時を楽しみに毎日過ごしておるのが現状でございます。大学は京都の大谷大学を出ておりまして、そこで坊さんの僧侶の資格をもらいまして、で卒業と同時にお寺へ入りました。もう少し、余裕を持って遊びたかったんですけど、残念ながら父親が体のあまり優れてなかったもんですね、まあ早いところ手伝って、なるだけ父親が亡くならないようにということもございましたもんで、大学4年間終わったらすぐ家に帰って、まあ父親の手伝い、まあ、保育園もやっておりましたもんですね、まあ両方の手伝うということで、始めたのが現状でございます。保育園の方はもうすでに息子の方に、渡しておりまして、今お寺の方の住職をしておるのが現状でございます。で保育園の園長は平成9年4月から平成25年3月まで、約16年間園長をやらさせていただいて、多くの子どもたちと出会って、またいろんなことをお互いにですね、勉強し合ってきたのが現状でございます。まあお寺というとお年寄りが来るようなとは思っておりますけど、まあ、幸いに、子どもたちが、保育園
まあ、今は認定こども園でございますけど、まあ、そこら辺をですね、多くの子どもたちもお寺に、足を運ぶということがございましたので、まあ、割と静かなお寺ではなくてですね、子どもたちが賑やかにしてくれた環境だったなと今思っております。まあ、そんなとこが私の経歴なんですけど、まあ、趣味はほとんどございません。まあ、毎日お酒を飲むのが趣味でございます。まあ、趣味と言えるかどうか分かりませんけど、休館日なしの毎日、お酒を飲んでですね、愚痴を言ったり、まあ、しておるのが現状でございますけど、まあ、体の方もなんとか、薬や医療のおかげで、からお医者さんのおかげで、まあ、なんとか元気でやっておるのが現状でございます。以上でございます。はい、ありがとうございます。お寺と保育園園長として長年、まあ、勤めておられたということで、そのあたりも後ほどどういったことをされておったのかも聞きながら、インタビューの方させていただきたいと思います。まずですけれども、普段どういったお仕事といいますか、まあ、お寺に関わりのない方々はですね、なかなか普段お坊さんがどんな仕事をしておるのかというのはわからないところだと思いますので、まあ、日頃お参りですとか、あと御門徒さんへのお話です、法話ですね、そういったことも実際どういった仕事が多いのかとかも聞きたいと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、まず日常は朝、まあ、冬場と夏場と違いますけど、日が明けましたら、本堂を開けて、空気の入れ替えをして、で、朝のお勤め、まあ、お朝事、それから尋常とか言いますけど、朝のお勤めをまず、窓を開けてします。でそれが終わりますと、家内がお物販、ご飯を仏様にお供えるご飯を作ってもらっておりますので、まあ、それを本堂の方へ持って、まあ、お供えするというのは住職の仕事でございます。で、まあ、法要が終わって、お朝事が終わって、お物販を飾って、それから、食事ということで、食事が終わりましたら、まあ、日常のお参り、をですね、月命日、毎月檀家さんのご先祖の命日に参るお家もありますもんで、まあ、月命日、月参りとか言いますけど、それにまあ出かけていくと。でそこで、いろんな方とお話ししたり、します。であと同日は法事、何回忌とか一周忌とか三回忌とか、大体同日に、やるケースが多いもんですね。まあ、土日は法事が多いです。であと葬儀が突然、葬儀は予定が分かりませんもんで、突然入ってくることもございますし、葬儀が入ると日程の交渉とかですね、いろいろ大変ではございますけど、檀家さんにとっては、それこそまさかの お別れでございますから、まあ、その点を組みながらですね、大変困っておられると、動揺してみるということで、なんとか、その動揺をですね、抑えるのが、まあ、抑えれるかどうか分かりませんけど、坊さんの仕事ではなかろうかなと思うわけでございます。ちょっと分かりにくいところもあるかもしれませんけど、そこが普段行っておる仕事でございます。で夕方になりますと同じように、戸締まりをして、お参りをして、とそれがまあ大体1日で、それで夕食でお酒を飲むというのが毎日のお酒は毎日です、ございます。
仕事は毎日ない時もございますけど、まあそこら辺が仕事だともうご理解いただければなと思うわけでございます。で、保育園の方はもう今はすでにもう息子に、園長を譲っておりますから、まあ子どもたちと登園公園の際し、会いましたら挨拶をしておるぐらいが仕事になっております。まあそれが毎日の生活でございます。ありがとうございます。いろいろなお宅にお参りに行かれるということで、その中での、どういったところにやりがいを感じておられるのかなというところと、また、まあ、住職として、何年も勤める中で、まあ、これは苦労したなというところもございましたら教えていただきたいです。一番気をつけておるということは、まあ、お互いに、出会いさせてもらえるというのは大事なご縁だと。で、相手がですね、やはり、何でも話せるようなところじゃないといけないと思うんです。こっちが構えておりますと相手も構えてしまいまして、日常的な挨拶とかお天気がいいとかそういう話だけにとどまらずですね、お寺さんこんなこと悩んでおるんだわというようなことをですね打ち明けられる住職にならなければならないという思いがございます。旦那さんが話してくれたことは、まあ、絶対に人に漏らさないということが原則ではなかろうかなと思っております。まあ、そこら辺は昔から気をつけてですね、相手が気楽に何でも、まあ、相談ってじゃないんですけど、こんなことで悩んどるんだわと言われるような、お坊さんというか、そういうふうなことをですね、願っておるのが現状でございますし、まあ、それぞれみんな悩みや苦しみがございますから、まあ、それをですね、まあ、聞いてあげてですね、解決にはなりませんけど、もう少しでも、気持ちが楽になっていただければですね、お参りしてもらってよかったなというようなことが、まあ、坊さんの生きがいでは私はなかろうかなと思います。だからためになっておると、まあ、どんな小さいことでもですねためになっておるということが生きがいではなかろうかなと思うわけでございます。まあ、お寺をですね、まあ、建物もございますし、それの維持もなかなか大変なことは大変ですございますので、まあそういう時のためにもですね、やはり、檀家さん門徒さんにですね、こう真摯に、お付き合いさせていただくということもですね大事なことかなと、まあ、今思うわけでございます。まあ、そんなところでございます。私なんかは初めてお伺いするお宅とかこんなこと聞いていいのかなという当たり障りない話題にしてしまう時が多いんですけれども、なんて言うんでしょうね、遠慮せずに何でも聞いていくとかそういったことは心がけているということですかね。まあ、こちらからお話してもらうように、こうモーションをかけるんじゃなくて、向こうからこういうことがあるんですわと、こうこちらから聞かなくても喋ってくるようになるまでにですね、やはり、まあ、時間もかかるし、まあ喋り方もあるでしょうし、そこら辺は個人個人で、まあ、考えるしかないんではなかろうかなと思います。まあこんなことを、まあ、言ってはいけないかもしれませんけど、ある檀家さんで息子が変な宗教に入って困っとるんだわと、いう相談とかですね、
まあ、そういう相談もしてくれるということはですね、まあ、お寺、住職を信頼しておるということだと私は思っております。まあ、そこまで相談というか悩み事が言えるぐらいな関係が大事かなと思うことでございます。ありがとうございます。